どうすればいい？ジャスミンは俺に話もしてくれない。だいたい王子になるなんて願いが間違ってたんだ。君の番だ。え？俺の負けかよ。絨毯に負けるなんて絨毯じゃないよ。力を貸してくれよ。いいだろう、若いの。こいつを覚えときな。可愛い子ちゃんを口説きたきゃまっすぐに狙って撃つことだ。しっかりわかったかい？何？本当のことを告げろ！バカ言え！ジャスミンに俺がただの薄汚いドブネズミだってことがわかったら笑われておしまいだ。笑いの取れる男がモテる時代ですよ。うん、ある冗談はともかく正直になった方がいいよ。そんなことできっこないだろ。いいよ、彼女に会ってくる。かっこよくスマートに決めてやる。どう見える？まるで王子様。ジャスミン王女。誰なの？僕だ、アリー王子。プリンスアリーアバブア。あなたなんて会いたくないわ。あ、ちょっと待って、話だけでも。いいから私に構わないで。待て、いい子だ。どう、色男やってる？ほら、待てったら、ほら、あっちに行けったら、ほら。あ、ねえ待って、あなたどこかで会った？いや、そんな。でも前に町の市場で出会った人に似てるみたい。市場だって？そんなところは召使いが行くだけさ。そうさ、召使いのそのまた召使いがいつも行ってるんだ。僕と出会うわけがない。そうね、そんなわけないわ。どうしたプレイボーイ、褒めるんだよ。え？頭がいいとか髪型とか目とか何でもいいから褒めるんだよ。あ、ジャスミン王女、君はとてもあでやか華やか艶やか几帳面。几帳面だ。几帳面？失礼。美しい。うまくごまかした。それに私はお金持ちなの。ああそう、王の娘ですもの。そうですね。どこの王子もみんな結婚を狙ってるわ。あ、そりゃそうだよ、この僕だって。警告。そうよね、このあなたもね。来るのはみんな気取り屋でうぬぼれ屋の嫌な王子ばかり。メイディー。もう行って。でもそこから飛び降りれば。え？何してる、引き止めるんだ。針で刺すか。向こう行け。オッケー、分かった。いいか、捨てパチにはなるなよ。分かっちゃる。何？あ、君の言う通りだ。はあ、みんなが君を品物みたいに扱ってる。結婚を決めるのは君なのにね。じゃあ飛び降りる。ダメ。何？なんだい？まさか宙に浮いてるの？魔法の絨毯さ。ええ、とても綺麗。